こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。最近は、SNS で可愛い動物の写真や動画を上げるとバズりやすいらしいな。犬や猫が多いけど、ハムスターやウサギ、カワウソなんかのものも多いよね。この動画でも、可愛い動物で何かやるつもりなの？可愛い動物を見ていると癒されるし、幸せな気分になる。だが、可愛い部分だけが真実だとは限らない。そんな動物の中でもよくよく知ってみると案外、悪な部分があったりするものなんだぜ。悪？自然界には何事もなかった顔をして、とてつもなく、悪をしている生き物がたくさんいるんだ。そこで今回は、悪い生き物たち8選と題して、可愛い、悪から身の毛もよだつような。悪まであまり知られていない生物たちの悪霊を詳しく解説するぜ。おお、どんな動物が出てくるのか楽しみだよ。それではゆっくりしていってねー。それじゃあ、早速、悪な生物を紹介していくぜ。お願いするよ。一つ注意点として言っておきたいが、あくまで人間側から見ての、悪であることを理解してほしいぜ。悪に見えても生物たちは、それぞれ一生懸命に生き延びようとしているんだからな。生きるために見つけた方法が、人間からすると悪く見えているってことだよね。了解だよ。一つ目は、東部ハイイロリスだ。もともとは北アメリカ大陸に生息していたものが、人間による持ち込みによってアイルランドやイギリスなどでも見られるようになったリスの仲間だぜ。体長は20から30センチメートル。尻尾も体長とほぼ同じ20センチメートルほどある比較的大型のげっ歯類だ。尻尾が大きくてふさふさ。体もまるっと大きくてめちゃくちゃ可愛いよ。食べ物を両手で掴んでかじり、ほっぺたを膨らませる姿もまた格別に可愛いんだ。だが、この見た目に騙されてはいけない。この東部ハイイロリスは人を襲うことさえある案外凶暴な生物なんだぜ。嘘でしょ？実際に、アメリカ合衆国やイギリスでは、人間が東部ハイイロリスに襲われて怪我をしたという事例が何件も報告されている。イギリス、ウェールズの村では、たった1匹の東部ハイイロリスによって、18人もの住人が噛まれたり、引っかかれたりして流血を伴う怪我を負い、村がパニックに陥ったという事件が起こったほどなんだ。噛んだりするの？幸い死者はいなかったが、あまりの恐ろしさに住人たちは、その東部ハイイロリスを、ストライプと呼んで警戒していたそうだ。ストライプは、クリスマスの夜に新種生物が街を襲う SF ブラックコメディ。グレムリンに登場する生物の名前だぜ。グレムリンのストライプレベルだったんだ。それは相当恐ろしかっただろうね。しかも、東部ハイイロリスに攻撃されると感染症を負う可能性もあるんだ。30センチメートル程度と人間から見れば小さい体にもかかわらず、凶暴化すると危険な上に素ばしっこく捕まえにくい。たとえ一匹であっても相当手のかかる生き物なんだぜ。だけど、どうして人間を襲ってくるんだろう。リスって主に木の実を食べるんでしょ？そう思われがちだが、リスの中には、カエルや昆虫、鳥などの動物を食用とするものも多く、東部ハイイロリスも肉を食べる個体が多く観測されているんだ。東部ハイイロリスが野鳥の卵を食べすぎて、野鳥の個体数を減らしてしまっているという報告も出ているんだぜ。可愛いリスのイメージが薄れてきたよ。東部ハイイロリスによって、在来生物のキタリスが駆逐されているという話もあるし、鋭い早爪で木の樹皮や農作物を荒らすから自然環境に大きな影響を与えかねない。こういった習性から、東部ハイイロリスは世界の侵略的外来種アースト100に選定されている生物なんだぜ。見た目に騙されちゃいけないってことがよくわかったよ。東部ハイイロリスが凶暴化した時の怖さは、悪から範疇を超えてしまっていると言えなくもないな。生息地の北米東部と日本は気候が似ているため、何者かによって持ち込まれれば定着して繁殖する可能性が十分にある。だから、外来生物法で特定外来生物に指定し、飼育などを禁止する予防策が取られているんだぜ。次に紹介するのは、シャチだ。シャチ属の怪獣で平均全長6メートル、体重3から5トンもの巨体を持つ生物だぜ。地球上で最も広く分布する哺乳類の一種であるとも言われているんだ。シャチも水族館でショーをしたりしているよね。どの辺が、悪なの？水族館のショーでは伝わりづらいだろうが、シャチはかなり大きな生物まで捕食対象とする肉食獣だ。魚だけでなく、ペンギン、アザラシ、時にはホッキョクグマなどの大きな生物まで軽々と食べてしまうんだぜ。しかも、知能の高さを生かした集団での連携プレイが得意技だ。人間を除けば自然界に天敵はいないと考えられているほど、最強の肉食動物なんだぜ。ホッキョクグマまで襲うの？ホッキョクグマは、800キログラムを超えるほどの巨体を持ち、氷を叩き割ってアザラシを襲うほどの力を持っている。脚力も水泳力も高く単体では最強の哺乳類と呼ばれているが、そんなホッキョクグマでさえシャチに集団で襲われればひとたまりもないんだぜ。
へえ、シャチってそんなに強かったんだ。強くて肉食だというのが、悪に当てはまるかは微妙だが、シャチに至っては、食べるためではないにもかかわらず獲物を殺すことがよくあるんだ。例えば、食用でなくアザラシを襲い、その死骸を使って尾びれや体全体を使って、バレーボールのようにして遊ぶんだぜ。なんてことを。実際には、狩りのトレーニングのために行っている行為で、シャチたちにとっては必要なことのようだが、やられているアザラシからすれば極悪非道以外の何者でもないだろうな。他にも、水中で泳いでいるウミガメの足を加えて乱暴に振り回し続け、30分ほどもて遊んだ後、捕食せずに去っていったという目撃証言もある。捕食用の獲物に関しても、陸上に放り投げたり、叩きつけたりをひとしきりやった後に食べることが多いようだぜ。やられる方からすればたまらないよ。腹が減っていようがいまいが、捕食対象を痛めつけるんだ。相当、悪な生物であることは間違いないぜ。ブルブル。3種類目は、テントウハラボソコマユバチだ。体長3ミリメートル程度の小さなハチだぜ。名前なが、テントウってつくぐらいだからテントウムシと何か関係があるの？テントウハラボソコマユバチは、寄生ハチと呼ばれる他の生物に寄生するタイプのハチなんだ。その対象がテントウムシなんだぜ。寄生というと寄生先の体内に入り込み、中で成長していくイメージがあると思うが、このテントウハラボソコマユバチは、寄生したテントウムシの動きをコントロールして、自由に操ることができるという特徴を持っているんだ。うわ、寄生された上にコントロールされるなんて最悪だよ。まず、テントウハラボソコマユバチはターゲットとするテントウムシを見つけると、お尻についている針をテントウムシに二度差し込む。一度目は麻酔として、二度目は卵を産みつけるためだぜ。そうするとどうなるの？幼虫はテントウムシの体内で生まれ、体内でテントウムシの体液を吸って成長していく。そうやって、3週間ほど過ごしたテントウハラボソコマユバチの幼虫は、ようやくテントウムシの体外に脱出するんだ。ここで寄生が終わって、テントウムシが解放されたってことだね。実は、ここからがテントウハラボソコマユバチの寄生の本番なんだ。テントウムシの体外に出た幼虫は、テントウムシのお腹の下に繭を作り、その中でさなぎになるんだ。そうすると、テントウムシが繭に覆いかぶさって動かなくなり、他の虫が寄ってきた時は追い払って繭を守るんだぜ。あれ、どうしてテントウムシが繭を守っているの？寄生の際に、テントウムシは2回刺されていたが、1回目の麻酔によって脳細胞を破壊するウイルスも入れ込まれていて、自らの意思とは関係なく繭を守るようにコントロールされているからなんだぜ。麻酔ってそういう理由で打たれていたの？体内に寄生して幼虫を成長させた上に、子育てまで押し付けるという、かなり、悪な生き物なんだ。ただし、テントウハラボソコマユバチの幼虫は、寄生はしても、テントウムシの大事な内臓を食べたり、傷つけたりはせず、繭がかえって成虫になれば、テントウムシは元通りの生活に戻ることができるんだ。悪い奴ではあるが、ある意味無害なハチなんだぜ。無害なのかな？散々利用されてるけど、自然界にはもっと残酷な寄生をされている生物がたくさんいるんだ。それに比べれば、随分良心的な寄生方法と言えなくもない。やり方はどうかと思うが、テントウムシにとって害がないなら小物の、悪と言ってやってもいいんじゃないかと思うぜ。4種類目は、桃色ペリカンだ。体長約160センチメートルの全身ピンク色がかったペリカンの仲間だぜ。羽を広げると280センチメートルもの大きさになる。動物園で飼育されていることも多いから、見たことがあるという人も多いかもしれないな。大きな口をしているのに目がすごくちっちゃいんだよね。頭に生えている毛がおかっぱみたいで可愛いよ。桃色ペリカンのくちばしは45センチメートルと大きく、喉の部分は喉袋と呼ばれる伸びる皮膚で作られていて水を10リットル以上貯めることができるんだ。この口を使って魚をすくって捕まえることができるんだぜ。動物園で餌をもらうときは、たくさんもらえるように。バケツのようにくちばしと喉袋を広げて待っているそうだぜ。たくさんの桃色ペリカンが餌を待っていたらすごい光景だろうね。桃色ペリカンの、悪な部分もこの大きな口に関係しているんだ。桃色ペリカンの主食は魚だが、目に入ってきた興味のあるものは何でもかんでもパクッと口に入れてしまうんだぜ。え？食べちゃうの？食べようとしているというよりは、口で挟みたいというのが本心らしい。仲間や子供の顔をパクッとする時もあれば、猫や鳩、カンガルーの尻尾、人間の子供まで口の中に入れてしまうんだぜ。へえ、間違えて飲み込まないか心配だよ。本人からすれば、何これ？口で挟んでみたいくらいの感覚なんだろうな。意外に好奇心が豊富だから、近づくときは食べられないように注意が必要だぜ。5種類目は、格好ナマズだ。アフリカ大陸のタンガニーカ湖にのみ生息しているナマズの一種。
大きさ30センチメートルほどで、黒色の斑点が特徴的な魚だぜ。格好ってついているってことは、鳥の格好と似ているのかな？格好と同じように、子育てを他に押し付けるという習性を持っているんだ。格好ナマズが住んでいるタンガニーカ湖には、口の中で卵を孵化させるタイプの魚が何種類か存在している。例えば、熱帯魚の中でもどう猛と言われているシクリッドという魚もその一種で、産卵の時期にメスが卵を産むと、すぐに卵を口の中に含んでそのまま孵化するまで育て続けるんだぜ。どう猛だし、卵を産んだ後すぐに自分の卵で口をいっぱいにしちゃうんでしょ？格好ナマズが、悪さをする隙がなさそうだよ。シクリッドの卵は、生まれる瞬間、メスのシクリッドの後ろ側に排出される。つまり、生まれた瞬間は見えていないんだ。生まれてからシクリッドがくるりと向きを変えて卵を口に入れるまで、このたった数秒の瞬間にメスの格好ナマズが同じ場所に卵を産み、オスが受精させるんだぜ。数秒で？そんなことできるの？あまりの速さに、シクリッドは全く気づくことなく、自分が産んだ卵と勘違いして、口の中で育て始めるんだ。シクリッドは、基本的には縄張り意識が強く、気性の荒い魚だが、視力が弱いためターゲットとされやすいようだぜ。他にも、格好ナマズは、同じように視力が弱かったり、温厚で抵抗しない魚だったりを選んで育児を押し付けているんだ。自分で育てればいいのに。格好ナマズは、自分たちでは子供を育てられないんだ。その理由は詳しくわかっていないが、鳥の格好も体温が一定でない性質で、卵を温めるのに向かないから卓卵をするように進化したと言われている。同じような致し方ない理由があるんだと思うぜ。そうなんだ。いろいろ事情があるんだね。ただし、格好ナマズの悪さはここでは終わらない。格好ナマズの卵は2から3日で孵化し、シクリッドたちの卵は4から5日だ。このタイムラグを利用し、格好ナマズの子供たちは、シクリッドの卵を餌として食べて成長していくんだ。結果、シクリッドの子供たちは全滅してしまうんだぜ。うわぁ、悪すぎだよ。格好も先に帰ったヒナが、別の鳥の卵を背中に乗せて落とすことができるように、生まれつき体にくぼみがついている。まさに、魚界の格好そのものと言っていい、悪な生き物だぜ。生まれた時から、どうやって生きていくかわかってるのが、ほんと不思議。6種類目は、オーグンカンドリだ。主に太平洋、インド洋に分布する全長約1メートル、体重約 1.2 キログラム程度。翼を広げると 2.3 メートルほどにもなる大型の海鳥だ。体の大きさはアホウドリと変わらないにもかかわらず、体重が3分の1ほどの軽量で、鳥類の中でもトップクラスの時速 150km で飛ぶことができるという特徴を持っているぜ。わぁ、プロ野球の速球くらいのスピードを出せるのか。すごいね。英名では、フリゲートバードと呼ばれていて、フリゲートは小型、高速の軍艦を意味する、クロク高スピードで飛ぶその姿から名付けられたと言われているぜ。また、もう一つの大きな特徴がオスについている赤い喉袋だ。喉袋は、桃色ペリカンにもついていたね。やっぱり伸びるの？オーグンカンドリの喉袋は、伸ばすというよりは膨らませるためにある。繁殖期になると目当てのメスの前でとにかく大きく膨らませて求愛するんだぜ。赤い喉袋が膨らむの？想像するとちょっと笑っちゃいそうだね。オーグンカンドリのメスからすれば、喉袋が大きいほど魅力的に見えるんだ。だから、オスはアピールするために膨らむだけ膨らませて、時には喉袋が自分の体と変わらない大きさになることもあるらしいぜ。すご。悪というよりは、けなげな生き物だね。オーグンカンドリの、悪さは、その俊敏性を利用したものだ。150km で飛べるのだから自分で餌を取るのも楽な作業だろうが、オーグンカンドリは食料のほとんどを盗みで賄うんだぜ。他の動物の餌を取っちゃうの？特に、オーグンカンドリの餌食となるのがカツオドリだ。カツオドリは、カツオのような大型の魚に追われて海面近くに近づいてきた魚を取って食べている。オーグンカンドリもカツオドリも区に属しているからお互いに仲間の海鳥だと言えるが、カツオドリが小魚の捕獲に成功した瞬間、オーグンカンドリはカツオドリに襲いかかり、小魚を奪っていくんだぜ。ひどい、どうしてそんな意地悪をするの？オーグンカンドリは、羽毛に油分が少なく防水性があまりないんだ。だから、通常は得意のスピードで海面スレスレから魚やイカなどを捕まえて食べているが、海に入ることはできないし、落ちれば最悪の場合、溺れて死んでしまう。だから、より安全で楽な方法として強奪を選んでいるようだぜ。喉袋を浮き袋にして泳いだりはできないのかな？防水ができなければ濡れるだけでも体温調整に問題が出てしまう。わざわざそんな危険なことはしないだろうな。自分が安全で楽であれば、他の鳥の手柄は奪い取る。それがオーグンカンドリの、悪さなんだぜ。本物の悪だね。7種類目は、サムライアリだ。
沖縄や他の小島を除く日本の全土や中国、朝鮮半島に生息している体長5ミリメートルほどのアリだぜ。かっこいい名前、顎が大きくて強そうだね。実際にアリの中でも強い部類に入るようだな。だが、そんな勇ましい名前とは反対に、侍アリは仕事を他のアリに丸投げしてしまう、悪な生き物なんだ。多種のアリを奴隷として働かせて、自分たちはただただ楽をして暮らしているんだぜ。全然侍っぽくないよ。特に犠牲となっているのが黒山アリだ。侍アリの女王は、黒山アリの巣に入り込み、まずは黒山アリの女王アリを殺してしまう。そして、他の黒山アリにバレないように死んだ女王の匂いを体にこすりつけ、黒山アリの女王のふりをするんだぜ。女王とすり替わっちゃうんだ。その後、侍アリの女王アリは黒山アリの巣で卵を産み、黒山アリたちは、卵が自分たちの卵だと疑いもせずに育てていく。こうして、侍アリは働くことなく子孫を残し続けているんだぜ。アリ版のサスペンスドラマを見ているみたいだよ。しかし、子供が成長していくにつれ、もともと育ててくれた黒山アリたちが寿命で亡くなり、仕事をする者がいなくなってしまう場合もある。さすがにそうなると自分で働かざるを得ないことになりそうだが、親が親なら子も子。成長した侍アリたちは、集団で別の黒山アリの巣を襲い、働きアリやサナギを拉致してくるんだ。そして、力で言うことを聞かせ、自分たちの巣のために無理やり働かせるんだぜ。奴隷以外の何者でもないよ。黒山アリたちがかわいそう。侍アリは、女王とすり替わるときと、働き手を拉致するとき以外はずっと巣で何もしていないんだ。根っからの怠け者なんだぜ。少しも侍らしくないのに、どうしてこんな名前がついているの？勝手に名前を付けられた侍アリからすれば知ったことではないだろうが、そもそもこの名前が付けられた理由は、侍のように強く忠誠心が強いといったことではなく、農民や職人に比べて生産性のない職業だという意味で付けられているんだ。そういう意味ではぴったりな名前だぜ。確かに、自分たちでやっていることといったら、暴力と楽をするだけだもんね。今のところ今回の中で一番、悪な生物なんじゃないかと思うよ。最後の8種類目は、エメラルドゴキブリバチだ。アフリカ、南アジア、東南アジア、太平洋諸島などの、熱帯地域に分布していて、その名の通りエメラルド色に輝く体を持つ、非常に美しいハチだぜ。へぇ、綺麗な虫だね。ただ、名前に、ゴキブリが入っているのが気になるよ。ゴキブリは、エメラルドゴキブリバチの生態にとって切っても切り離せない存在なんだ。このハチは、たった体長2センチメートル程度にもかかわらず、ゴキブリを意のままに操ってしまう、悪な生き物なんだぜ。そういえば、テントウハラボソコマユバチもテントウムシを操って子育てを押し付けていたよね。同じような感じなのかな？似ている部分は多いが、エメラルドゴキブリバチの方がより立ちが悪い。まず、エメラルドゴキブリバチはターゲットとなるゴキブリを見つけると、テントウハラボソコマユバチと同じように二度針を刺すんだ。一度目は麻酔薬として、二回目はゴキブリの体の自由を奪うための毒を入れるためだぜ。またそれ、撃たれたゴキブリはどうなるの？エメラルドゴキブリバチは、身動きのできなくなったゴキブリの触覚を半分に切るんだ。するとゴキブリが我に返っても逃げ出すことも死ぬこともできなくなる。この状態で残ったゴキブリの触覚を引っ張って刺激を与えると、エメラルドゴキブリバチにとって都合がいいようにゴキブリを操ることができるんだぜ。触覚がコントローラーみたいになっちゃうんだ。エメラルドゴキブリバチは、ゴキブリが自らの自分の巣に移動するように誘導し、ゴキブリの足元に卵を産みつけるんだ。卵を産みつけた後、エメラルドゴキブリバチは入り口を土で塞ぎ、卵と一緒にゴキブリを閉じ込めてから巣を後にするんだぜ。テントウハラボソコマユバチがテントウムシにさせてたみたいに卵の世話をさせるのかな？だけど、ゴキブリは動けないんだよね。エメラルドゴキブリバチもテントウハラボソコマユバチも、ターゲットを乗っ取り子供の成長期間を守らせるという点で共通している。だが、ここからは決定的な違いがある。卵が孵化しエメラルドゴキブリバチの子供たちが動き始めると、ゴキブリは動けないまま餌にされてしまうんだ。一緒に閉じ込めたのは餌にするためだったの？子供たちはゴキブリの柔らかい腹の部分から徐々に食べていくんだ。成虫のエメラルドゴキブリバチがゴキブリを生きたままにしておいたのは、子供たちに新鮮な餌を提供するためだったんだぜ。残酷すぎる。テントウハラボソコマユバチは、寄生し子育てまでさせるとはいえ、子が成長すればテントウムシは無傷で解放されていた。しかし、ゴキブリは自由を奪われて閉じ込められ、生きながらじわじわと貪り食われるんだ。ゴクワル中のゴクワルだよ。見た目はエメラルドのように美しい姿をしていながら、罪のないゴキブリをゾンビ化させ、子育てのために利用する恐ろしい生き物だ。自然界の中でも、こんなに、悪な生き物はなかなかいないと思うぜ。今回は、悪い生き物たち8選を解説したぜ。
8つともびっくりするくらい、悪な生き物ばかりだったよね。人間を襲ったり、子育てを手伝わせるために拉致やゾンビ化させたり、人間界では信じられないようなことがたくさん起こっていたよ。悪の範疇を超えて、極悪非道に見えてしまうかもしれないが、どの、悪な生物たちもなんとか生き延びるために進化したことで、手に入れた方法を使っているだけなんだ。当事者たちは、ただただ毎日を必死に生きているだけなんだぜ。人間の世界にはルールがあるから、こちらの観点から見ちゃうと、悪に見えてしまうだけなんだよね。生物たちの世界には、生物たち側のルールがある。その点を理解して、なるべく温かい目で見てあげてほしいぜ。この動画が面白かったらチャンネル登録とグッドボタンをポチしてくれたらテンション上がります。よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。